フナキュンボリューム1始まるよ。皆さんこんにちは、西村ほのかです。さて始まりました、フナキュンレディースボートバトル。この番組はボートを知っている方もまだあまり知らないという方も、私たちが繰り広げるボートバトルを、一緒に楽しんでいただくという番組を今回からお送りしていきます。そしてもう一人、フナキュン対決をしてくれるのはこの方。たこ焼きめっちゃ好きやねん、増田ゆかです。お願いします。いや、あんまりこのキャッチフレーズやったことないんですけど、はい、久々にアイドルらしくしてくださいというアドバイスをいただいたので、はい、今日はアイドルらしく頑張りたいと思います。はい、はい、ということで親睦を深める第一歩としてですね、はい、私はゆったんってよく呼ばれるんですけれども、ほのぴーって呼ばれてます。かわいいほのぴー、よろしくお願いします。お願いします。私はゆったんで大丈夫ですか？じゃあ増田かゆったん。増田はちょっと無理ですのでゆったんって呼ばせていただきます。はい、お願いします。そしてもう一人この方、平井かおりさんです。平井かおりです、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとかわいすぎるんですけど、お二人がキュン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 、どうしよう、ついていけるかななんて言えばいいですか？とお二人に合わせていきます。そしたらゆったん、ほのぴー、かおりん。かおりんでいいですか？じゃあかおりんでお願いします。いや、私結構頑張って今背伸びしてやってるんで。え、私も今日かわいいキャラでやってないんで大丈夫です。本当に？はい、本来は。そうなの？はい、本当はおじさん気質な感じ。そう、ギャンブラーだし、もうゲーム系大好きで、はい、もうキラキラしてることはしてないです。でも、あ、そうなの、はい、すっごいキラキラよ。だって全然、ね、今作ってます。めっちゃ作ってます。はい、かおりんは私たちが船券や進むべき道に迷った時にデータに基づいた助言を送ってくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。楽しいです。それでは新企画、船キュンレディースボートバトルのルール説明です。収録当日の開催場の中から好きなレースを選び、合計6レースでフナキュン勝負をするという単純なルールです。今回は個人戦となりますので、軍資金はそれぞれ3万円スタート。ただし予想は8点までです。最終的にフナキュンで勝つことができたら、うん、そのプラスになった額に応じて視聴者の皆様にプレゼントを提供できるということなんですね。だから当てないとプレゼント提供できないんです、はい、だからお二人にかかってるんでね、はい、そこは頑張ります。ちょっと気合を入れて頑張っていただきましょう。ここで今回のプレゼントできるかもしれないものをご紹介。今回は6つのレース予想対決の最終的な残金で視聴者プレゼントが決まります。条件1、残金が3万円以上だった場合、ボートレースマスクを各色1枚ずつ6名様に。条件2、残金が4万円以上だった場合、 SG ジャンパー上下セットを1名様。条件3、残金が5万円以上だった場合、当選者のニックネームを入れて生写真を1名様にプレゼント。ほのぴーとゆったんが全ての条件をクリアできれば2セットずつプレゼントということになります。さらに船券対決の勝者はボートレースエコバッグを追加でプレゼントすることができます。しかも全てのプレゼントにはクオカードが1枚ずつつきます。もちろん全て条件をクリアした方のサイン入りです。なおプレゼント応募には番組内で発表される応募用キーワードが必要となります。まあ、簡単に言いますと、船券を買ってフラッシュ収支を目指そうということです。で、私は船券対決には参加しないんですけれども、うん、はい、お二人のアドバイスをしながら、うん、まあ、ちょっと勝手にこっちで買い目を出して一緒にレースを楽しんでいこうかなと思ってますんで、うん、はい、なんか分からないことがあったら何でも聞いてください。はい、ありがとうございました。はい、何か質問はありますか？大丈夫？はい、あ、あります。大体分かったんですけど、はい、もし軍資金がなくなっちゃった場合はどうするんですか？いい質問ですね。万が一なくなってしまった場合は、こちらに、うん、じゃじゃん、チャレンジボックスがございます。はい、怪しい、もうすでに、いい音してますよ。何入ってますよ。これね、ボールが入ってるんですけど、うん、この中から一つボールを引いてもらって、うん、そのチャレンジに成功することができたら、うん、軍資金5000円を追加ということになります。ありがたい、ありがたい。ちょっと怪しげなのもいっぱいあるので、なるべく軍資金をマイナスに
しないことをはいおすすめはします。わかりました。やりたくないんで頑張ります。はい、私も質問なんですけど、あの2人とも最終的にマイナスに終わった場合、まあ、考えたくはないんですけど、もしそうなった場合ってどうなるんですか。プレゼントなしということになります。やっぱそうなんだなんとかちょっとでもプラスにしてね、プレゼント提供していきましょう、はい、はい、船券対決自信ありますか。もうバッチリです。今日のためにプライベートでレース場行ってきました。え、はい、すごい好きなんだ。好きです。もうボート、私ボートレーサーに一時期なろうと思ってた時があるぐらいボート好きです。すごい、なろうとしてたんだ。なりたかったです。ちなみにレース場はどのあたりに。この前行ったのは江戸川です。ほー、はい、江戸川。はい、私も行きました。江戸川。行きました。本当に江戸川行って豚汁食べました。豚汁プライベートで。そう、プライベートで一人でバス乗って行って、あのおじさん、ここら辺に鉛筆とか挟んでるおじさんたちと一緒に、はい、いやー4号艇ちゃーみたいな話をしながら、江戸川いいですよね。すごい江戸川なんか結構フレンドリーですね、皆さん。すごい。カオリンはどうですか。私もレース場行きますけど、テレボートばっかりですね、最近はね。当たります。当たる時はね、そうですよね。波がねやっぱありますよね。ありますよね。そうだ、今日はいい波を持ってきたつもりなので、はい、あ、嬉しい。気持ちはね、そうそうそう、いい波乗ってんね。いい波乗ってんね。ゆったん準備はいいですか。いきます。はい、たこ焼き、香りも大丈夫ですね。いきます。はい、では記念すべき第1回目の予想ということなんですが、カオリン、おすすめのレース場ありますか。そうですね、おすすめというか今日はちょうど G1 戦が2つと、はい、あと浜名湖では女子戦もねやってたりするので、結構楽しめるレースがいっぱいあるかなと思います。カオリンのおすすめもあり、1レース目の予想場はこちらに決定。はい、では角6レースでいきましょう。メンバー見てざっくりどんな感じですか。ざっくりね、こんなメンバーで戦うんですけれども、どうですかね。実力的にはね、もちろん2号手の茅原優希選手と、まあ、4番、5番、まあ、3番、まあ、みんなね G1 戦なので目が離せないメンバーなんですが、やっぱりボートレースってモーターじゃないですか。モーター大事ですね。そう、大事で、1号艇の秋山博和選手の38号機っていうモーターが都のダブルエースの一つ。え、もう1硬いんじゃないですか。じゃあこれ今回はここまで。ここで船キュン、次回以降の見どころをちょこっとだけご紹介します。推しのために私は罰を受けるぞ。スタジオざわつくの巻。つばらつばら。え、発問。頑張れよ。もうやだ。 3? やばいやばいやばい。あんのよこういうことが。プレゼント応募にはキーワードが必要だよ。最初のキーワードはとボリューム2。お楽